温度計がね46度などを示して、マガジンの温度が50度に迫りそうな炎天下、ガス風呂ショットガン、サイガー 12SBS の塗装やサイクルはどんなになっちゃうのか、やってみよう。はい、こんにちは、黒猫ワイゼットです。はい、今日の動画はねこれです。バーン。みんな大好きかどうかわかんないけど、東京マルイのガス風呂爆ショットガン、サイガー 12SBS、 まあショートバレルドショットガンかね。じゃあ今日はねこいつを炎天下で撃ったらどんな感じになるんだよっていうね、炎天下で撃ってみて初速測ってみよう企画ということでね、もう話は簡単です。室温でこいつをぶっ放して初速を測って、で炎天下、もうそれこそ35度だ何度だって言ってるような酷暑の最中ですね、外でぶっ放したらどんな初速になるのか見ていくと、それだけの企画ですんでね、まったりお付き合いいただければこれ幸いというところです。でこのチャンネルではこういったね、トイガン全般、エアソフトガン、ガスブローバック、エアコッキングガン、ボルトアクション、ね、あとモデルガンの性能チェックから分解メンテナンス やね、ジャンク修理、モデルガンの調整なんかをね、定期的に動画にしてますんで、何かしら役に立つことがあるかもしれませんのでね、どうかチャンネル登録していただけると嬉しいかなというところです。じゃあ早速やっていこう。とりあえずね、炎天下で打つ前に部屋で打つんだけどさ、この部屋がもう 29.6 度とかっていう結構過酷な環境なんだよね。僕の手汗を見てもらえばもうわかると思うんですけど、いやこの撮影にあたって部屋エアコン回してるんですけど、回してまだ数分しか経ってませんので全然涼しくないという状況です。でガスはねほぼほぼ入れました。で BB 弾は東京マルイのパーフェクトヒット 0.2g が入ってます。でこれ3発同時発射なんでね、弾速計で測ったとて3発同時に発射して初速はちょっとブレると思うんですよ。でジュールはね3発同時だし、まあ微妙に数字ははっきりしたもんじゃないかと思うんですけど、まあとりあえずね条件は一緒なんでやっていこうというところです。で今このマガジンがですねちょっと冷たい、触ってちょっと冷たいかなって感じがするんですけど、ここの温度計、サイガーの温度計で、30度に届くか届かないぐらいかの表示なんでね、まあその程度の温度なんだろうと、まあ 30.9 度、そんなマガジン温度です。まあ BB 弾入れてあるんで、じゃあとりあえず打っていきますか。チャージングハンドルを引きました。打ってみます。おー、 68.22mps という初速が出てます。一応これが今日の基準になりますんでね。さてじゃあね、セレクターをフロートの位置に入れてサイクルまで測れっかな、わかんないけど打っていきます。おー、かなり相変わらずリコイルがやばいけど、サイクルで言うとね 588.2rpm っていうサイクルが出てます。初速はまあフロートだと若干落ちるんでね、こんなもんですが、とりあえずこいつを基準にして、じゃあ炎天下で測定やってみます。汗だくだねきっとね。じゃあ行ってみよう。さて外にやってきました。温度計は 46.6 度を示してますが、まあ外気温的には37度8度ぐらいだと思うんですけどね。でプラスチックのマガジンの外装の温度はこれもまあ65度、すごいね。でサイガーのマガジンはもうあのシールの温度計はもう30まで真っ赤っかになってます。で表面の温度を測ると48度と、もうこれ50度に迫りそうな勢いでまあほっかほかです。程よく気化室もできてると思うんでね、一番パフォーマンスが出るところじゃないかなと思うんですが、まあそんな感じになってます。じゃあ早速マガジンをセットしてね打っていこうと思うんですが、音がやばいですからね。でとにかくリコイルがねすごい。で 73.18mps、 もっとすごい初速が出るのかなと思ったらそうでもないね。室温に比べたら
もっと初速出るのかなと思ったらね、2回目測ったら 72.09mpg。 じゃあってことでフルオート打ってみましょう。サイクルも気になりますしね。ってかね、やっぱりリコイルがすごすぎる。でサイクルは 608.4rpm、ね、初速はまあ連発してるんで折っちゃいますけど、とりあえず炎天下でサイガー打ってみるとこんな感じになりました。はい、いかがだったでしょうか。ね、まだ温度計が外から持ってきたばっかりで35度とかになってますけど、もう室温ね26度、7度ぐらいだと思います。あの快適な室温です。ただねマガジンねまだほっかほかです。めちゃくちゃこう30のとこにあって、はい、表面を測ると 37.9 度ってなりますんでね、まだだいぶあったかいです、うん、でその炎天下に出したからといって打てなくなるみたいなことは起こらなかったんですけど、まあ、もうちょっと置いとけば分かんないけどね。ただ初速がめちゃくちゃ上がるかって言ったらそうでもなかったんだよね。ただこれほら3発同時発射なんで実際のところはね分かんないよ一個一個それぞれ測定したわけじゃないんでね。初速は若干上がるけど、そんなにびっくりするほど初速が上がってジャジャウマになるとかそういうことはなかったですね。そんな感じです。でリコイルがやっぱりすごかったかなというところと、あとフルオートのサイクルがね若干上がったんだけど、これってさ3発同時発射でガスドバドバ出すわけで、フルオートサイクルはね外気温によってもう目に見えて影響を受けるんですけど全然大丈夫だったね、うん、という感じです。リコイルがね音もやばいしさ、もうキレキレだもんね。壊れちゃうんじゃないかっていうぐらいのリコイルになってます。フルオートもまあ握りっぱだと垂れるの目に見えてわかるけど、でもねいいですよ。まあ一応600以上のサイクルで3発同時で打ち出せたわけですからね。はい、こんな感じです。めちゃくちゃ冷えに弱いマガジンでも炎天下でちょうどいいぐらいの、快調だねっていうぐらいの、とりあえずサイガーはね炎天下でぶっ放すぐらいがとても調子いいですっていう感触でした。はい、ということでね今日の動画はこれでおしまいです。また別の動画で会いましょう。うつべーし、うつべーし、うつべーしちょうどガスなくなったけど相変わらずリコイルがものすごいです。ということで